さあ、今日もおしゃべりしましょう。ということで、今日のゲスト、この方です。どうぞ。重厚なドラミングと軽快な MC でおなじみ、りんたろーです。よろしくお願いします。よっしゃー。来た、りんたろーくん。いやー、本当。いや、そのつかみさ、マジ、天下無双だよね。これ、天下無双なのかな、無双すぎ、無双すぎ。ちょっと、いつまでこれ使おうかなって、結構迷ってるところあるけどね。え、嘘どういうことどういうこといやいや、もうこれ、よくねみたいなのちょっとあるけど。いや。大丈夫。あの、そこからが勝負だと思うよ。なるほどね、うん。それでも続けていけば浸透すると思うんで。うんうん、そっかそっかそっか、うんうん。むしろ、もっと、いろんな人がはっきり聞こえるように、ゆっくり言った方がいいぐらいのレベルかもよ。はい、オッケー。心がけるわ。ギャガーの人はそうだって言うからね。はい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 。飽きてからが勝負だと。なるほどね、なるほどね。うん、何の話から始まったんだろう。面白い。いや、あの、 YouTube をね、もうちょっとなんか活用したいと思ったり、あの、こういう社会でこうなんか自分がやりたくて自分にできること何かなとか考えてて。うんうんうん。ズームショーということで、はい、リモートでおしゃべりして、あの、近くの人も遠い人もこれで平等になるからさ、リモートでおしゃべりしたのをこう出すっていうか、まあ、ラジオとかポッドキャスト感覚で対談したいなと思って、はいはい、僕が気になってる平等とかシェアとか星くん大好きだもんね。そうだね、そうだね、そうそうそう、平等シェア、オープン、そうね、そうね、大好きなんで、うん、大好きだよね、うん、そう、なので、まあ、みんな、まあ、凛太郎くんとはこの前も お茶っていうか、あったけど、そうね、散歩してん、そうそう、散歩したけど、散歩じゃなくて、あえての、散歩できるんだけど、リモートで やってみたいっていうので、今回は、こういうフォーマットでお呼びしまして、あ、よろしくお願いします。はいはい、で、あの、あとはなんか凛太郎くんのファンの方々とか、うん、多分ね、乾いてると思うんだよね、凛太郎くんに。ああ、はいはいはい、はい、絶対あるから、それは。俺はもうすごいさ、YouTube 配信とかさ、やってるから、姿見せたり、毎日ポッドキャストとか更新してるけど、みんなそうでもないから、ライブで会えないっていう人多いと思うんで、なんで僕がみんなの顔を、世間に出すっていうのを勝手にやりまくるっていう、ああ、なるほど、はい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 、伝道師ね、はい、伝道師、ダッセフロンティアね、今んとこすげえダサい言葉で言いまくってるけど大丈夫かな。フロンティア、伝道師、平等、シェア。ちょっとうさんくささもあるよね、なんかね。そうだね、そうだね、まずいな、止めないで、止めないでね、みんな YouTube。そうだといいんだけどね、うん、そんな感じで、いろんなミュージシャン、アーティストのみんなとおしゃべりしたいって感じでやってます。あ、はい、お願いします。もう僕はでも本当に最近どう、あの、星くんとね、あの、ちょっとお話ししようっていう感じで、結構ね、これやって、そう、まあ、そっからなんかこう、外にもこうそれが伝わったら面白くなっていくよね。そうね、そうね、なんで、ごめんね、今後もあの、いい振りをぶった切っちゃって。いや、そんなことない。もうだから、いろんな人とゆったりやっていこうと思ってる、長めに考えてる企画なんで、ぜひゆるく捉えて、のんびりおしゃべりしたいと思ってます。そうですね、そうですね、はい、そうで、まあ、最近いや、もうね、あの、まあ、お察しの通り、まあ、もう子育てというか、まあ、子供が生まれて来たまあ、そこがもう本当になんか一番というかね、まあまあ、今一番ホットですからね、やっぱね、自分にとってはね、いやー、すげえよー、いやー、すごいね。いや、おいくつ生まれたばっかだ。でそう、でも、まあ、なんだかんだで、もうあの8ヶ月になり、わー、すげえ、そう、大きくなってきて、あー、いいですね。そうの、
生配信のラジオ番組俺やってて YouTube で、で照井義政くんと喋った回があってさ、そこでもちょっとこの話はしたんだけど、あの前にさっき言ったように凛太郎くんとお茶したじゃん、お茶っていうか散歩、それが結構かなり久々の再会だったよね、そうだね、凛太郎くんと、でそれをあの特に何をするかを言わずに、とりあえず集合して喋ろうよで集合したんだけど、渋谷 でそこからなんかそのやっぱ店の中とか密空間だとどうかなとか、あの営業時間も短かったりするから、で凛太郎くんのお家の方面を俺知ってたから、だから渋谷で集合して凛太郎くん家の方に歩いて散歩しながらおしゃべりするっていうのが、なんか散歩もできるし外だしいろいろいいかなって思って、なので待ち合わせは正直どこでもよかったんだよね。でも凛太郎くんが先にこうお店カフェ的なところに入ってるねって言ってくれてて、で俺がそこに行って合流して出ていくっていうのを描いてたんだよ。で凛太郎くんなんか2階建てか3階建てのお店に凛太郎くん入ってて、で場所を聞いてよしっつって凛太郎くん探してたら、ちょっと向こう側に凛太郎くんが座ってて、あいた申し訳ねえと思って近づこうとしたら、なんかスマホを見ながらめちゃくちゃなんかこうなんかニコニコなんかこうやってるみたいな、そう揺れてなんかニヤニヤニコニコしてるから、なんか俺はテレビ電話なのかズーム会議なのかなんかをやってんのかなと思って、まずいかなって思って一瞬こう剣の体勢取ったんだけど、あのお子さんの動画を見てるだけっていう、そうだね、そう本当に最高のイントロ、オフラインでしょ、しかも自分のそのさアルバムにスマホのアルバムに入ってる動画を見てたんでしょ、カメラロールに入ってるそれをもう Wi-Fi もギガも食わずにだよね、ゼロギガで止まることもなくね、いやだからそんなだからめちゃくちゃ可愛いんだろうなって思って、そうだね、いやそんなことで、ね、やっぱ俺はあれは結構衝撃だったんで、ちゃんとこうやってエピソードとしてお伝えできてよかったと思う、あの皆さんにね電波を使ってお伝えできてよかったんだけど、じゃあ、あの子がもうそこからもう数ヶ月経って8ヶ月今、そうだね、そう去年の11月に生まれて、うわーそうですよ、8ヶ月くらいの子って、あの何をするの、ハイハイをほう、し始めるというか、まだそう、ちょっとぎこちない感じで、その前にズリバイがあってさ、ズリズリしながら貼るみたいな、そこからこう自力でこう、この状態からこう座るみたいな動作とか、はい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 、ちょっと回転とか、まあ要は移動がね、なんとなくそれできるようになってきて、はあ、すげえ、そう、ああそっか、そうそうそう、だまあ危ない時期とは言われてるんだけど、結構、あそうだね、確かにその目を離したら移動して、うわえどうやっぱさ、感動する、まあ感動もするし、そのなんか動きがマジで面白くて、その例えばまあこれ今まさに寝室なんだけど、あの布団をね、まあ、3組敷いてるのよ、で川の字で寝てて、で真ん中にまあ子供がいるんだけど、その、もう回転し放題で、本当に、で、まあ寝かしつけをして、で
んとお母さんはまだちょっと早い時間だと一緒には寝ないじゃない。ああそうだね、うんうんうん、でまあ子供寝かしつけしてでまあ、うん、電気とか消していなくなるんだけど、もうその、うん、本当にコンとかっていうぐらいその5分おきにドアを開けて見たりすると隣の布団に行ってたり、うん、そうそうそうなんかもうその転がってるというかもう最初からそこで寝てましたぐらいもう完全にお父さんの布団の上にいたりとか、はい、また開けたらお母さんの布団の上にあれみたいな本当に、うん、そうすごいと、うん、わかわいいな、うん、だそれがもういわゆる寝返り打ったりこうちょっとこうはって動いてるみたいなことなの。そうだね。あとまあ単純に寝相がクソ悪いっていうのはあるけど、ね、他の、うんうん、そのお父さんお母さんとか聞いてもそこまでじゃないみたいな話とかもあったりするから、うんうん、あそうなんだ。うちの子が本当に、うんうん、その寝相とか悪いみたいな感じはあるもんね、うんうん、まあそれもでもなんか可愛いなみたいな、うん、ねだって絶対元気な方がいいもんね。そうだね、うんうんうん、そうそう、いやまさかね、うん、いきなりこんなこのお子さんの寝相が悪いっていう話でこんなに嬉しい気持ちになると思ってな、多分見てる皆さんもそんなこと思ってなかったと思う、うんうん、くわやばすごいね、うん、あ朝とかも8ヶ月本当に早くてうん、5時台とかにその平地で覚醒するのね、うん、早いね、うんうん、そうそうそう、うん、でもうそっからはもう何ていうの、うん、寝てそもそも1時とか2時に1回起きて、うん、まあミルクをあげたりするわけね、うん、でそっからまた寝てもらうんだけどやっぱりそれでも5時6時まで寝たらラッキーぐらいでもう覚醒する、うん、あらでそっからはもうこの遊んでモードになるから、ああ もうその感覚があるんだ。そうだね、うん、そう、 うんだからもう本当にあのすごいなと思うね、あの世の中のお父さんたちって、ま、マジでこんな感じだったんだって自分の両親も含めて、うん、そうだね、俺もかなりアグレッシブな性格だけど、うんうんうん、朝5時6時に凛太郎くんに連絡して遊んでって言わないもんね、うん、まあ言わないね言わないもんね、うん、うん、それやばいやつだね、うん、それやばいやつ、うんうんうん、それが今いるわけでしょ、うんうん、ご自宅に、そうそうそう、うん、うわアグレッシブだな、 いいな、うん、うんうん、そうか、うんうん、すげえ、いやすごすぎる。で、あの今8ヶ月でハイハイって言ってたじゃない、うんうんうん、その、 あの赤ちゃんてか子供の、うんうん、その発育的に次のビッグイベントは何が待ってんの、あ、まあでもやっぱりこう捕まり立ちとかしてだから、ね、でまあやっぱ歩くようになるんですよねこれがね、うわうわどうすんの、どうすんの、歩く日どうすんの、リタロー君、歩く日はもう俺も歩いちゃうよねよくわかんないけど、うん、まあ歩いちゃうね、歩いちゃうだろうね、歩いちゃうよね、やっぱ歩いちゃうよね、うん、いやすげえな、感動すんだろうね、いや感動するね、本当に、うん、うん、いやすごいわ、うんうんうん、想像、え、そう、リタ君こういう暮らしさ描いてた、いやなんだろう、まあ、漠然とその子供欲しいなみたいなのがあったけど、うん、そのリアルには描いてないから、うん、やっぱ全然別世界だよね、うん、うんうん、すごいね、うんうんうん、そうやって突入してくんだね、ニッとって、そうだね、そうだね、うん、いやすごいわマジで、うんうんうん、いやかっこいいな、いや俺この手の話聞くの大好きではいはい、ホスなんかすごい言ってくれるんだよね、うん、めちゃくちゃだって本当すごすぎるっていう気持ちがやばくて、だってそう、なんか何段階もさそこに向かうためのさ、うん、条件って言うとちょっとあれ硬いけど、うん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 、それができてるってことは
あれがあるわけでみたいなのがいっぱいあって、はい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 、それら全てがマジですげえって思うから、うん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 、ちょっとね立派すぎる、うん、立派っていうか、 なんか社会的にどうこうっていう話じゃなくて、うんうんうん、そのリスペクトがやばいっていう、うんうんうん、いやありがとう、すごいよ、いやすごい素敵だね、なんかあのなんかライムグリーン色のヘッドホンとかつけてさライブとか来るんでしょ多分近未来にはその子供がってこと、そう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 、なんかあるじゃん防音のヘッドホンみたいな、ね、イヤーマフみたいな、ね、うん、あるよねあるよね、あれイヤーマフかヘッドホンじゃねえか別にあれまあそうだね、耳を、うん、守るためのね、うんうん、そうだね、うん、いやそういう未来が絶対来るんだろうなと思うとすげえ、だってそれをなんか見てたのってだいぶ上の世代のミュージシャンの先輩だから、俺からしたら、あ、お子さんと奥さんが楽屋にいるみたいな、はい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 、うん、それが凛太郎くんとかみんなもそうなってくって思うとかっこいいね、やっぱすごいわ、確かにね、立派すぎるわ、いやありがとう、じゃあ結構こういうこのまあ、このコロナ禍は結構不思議なさ、うんうんうん、時代だし時間も生まれて、うん、家にいるっていうの増えてると思うけど、うん、みんな、うんうんうん、それむしろ最高じゃないもしかして、そうだね、うん、あのうん、まあ本当に家族がやっぱりいると、うん、なんか、うん、それがなんかあんまり関係なかったりするのね、やっぱね、もう、うんうんうん、もうとにかく家に入りたいというか、うん、子供に会いたい、やっぱそうなんだね、うん、うんうんうん、そうだね、うん、だからなんか幸か不幸かっていうか、うんうんうん、今はさそういう社会でさ家に帰りましょうみたいなノリじゃない、うん、そうだね、それがもうむしろそうしてますって感じでしょ、そうだね、そうなるね、うん、うん、いやいいね家族か、うんうんうん、イケてるわマジであとやっぱ休みの日とかはその公園に行くんだけどさ、うん、おお公園ってさすごいね、うんうん、いや本当に、うん、公園って大事だなって思った、うん、あのあ公園大事、そう公園で存在が、うんうん、え、今までさあの子供とかいない時に公園大事だなって感じたことがなかったね、うんうん、まあまあ風景の一環というか、うん、そうだね、うん、そうだね、そうそうそう、でもやっぱ子供できるとその、うん、まあ、ただだし、ああ、でもう行ったらもうその遊具があってそれでいい、うん、それを遊んでるだけで結構楽しい、うん、なんか他の親御さんとかもたくさんいる、うんうん、そっかそっか、うん、あ、なんかすごい本当に公園って大事なんだ、当たり前のことだけど、おお、なるほどそうそうそう、え、家の近くにはなんかホットな公園があるの、ホットな公園ね、いやもう家の近くの公園はあらゆるところ結構行ってるけど、うん、うん、やっぱそのお気に入りの公園みたいなのができてくるね、 あ、うん、あるんだ、そうフェイバリットスポットみたいな、それは、うん、それはな、何がさ、うん、推し熱いわけ、その公園は、あの例えばあの近くにその図書館が併設されてたりとかすると、はあ、図書館&公園みたいな、ああ、うん、あ、うん、うん、とやっぱ図書館が、まあ、大人も楽しめるし、で、あ、そっか、子供の絵本とかもそっから、まあ、チョイスしたりとか、うん、そういうのがいいなって思うね、うん、なるほど、うん、公園か、そうで、まあ、この話全然なんか面白いか分かんないけどさ、うん、いや面白いよ俺めちゃくちゃ面白いから、いやそういうのよかった、いやまあそれで言うとね、うん、その子供ができて、うん、本当にこう、うん、新たな発見っていうのは多くて、あの、おー、まあ、まあもちろんね、その子供そのものに対するこう生命としての発見も、うん、当然あるんだけど、今言ったように公園だとか、その、うん、例えばね、あの、まあ、これ
はい、あ、そうなの。そう、要はさ、あの病院とか行って、うん、あの、うん、こう見てもらったり、こう薬を出してもらったりするじゃん、うん、で、あの俺がさ、こう会計を待ってるんだけどさあ、まあ一個に呼ばれないわけ、名前が、うん、ああ、はい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 、あ、どうやら、あの子供はただなんですよ。あ、じゃあ会計っていうフェーズがないってこと。そうそう、フェーズないと。うわ、すごっ。やばっ、ね、いや、ちょっとやばいね、それ。え、でもこれ、うん、後々、うん、この YouTube 公開した後、コメント欄に、うん、いや、それは、うん、あなたかもしくはその両親の どなたかが医療従事者のある特権階級をお持ちの方に限ってますっていうことが発覚するとかはないよね。ないと思うんだけど。ないよね、ないよね。まあ、もしかしたら、あの、なんていうの、地域によってとかはあるかもしれないけど。ああ、はいはいはい。多分日本全国だと思うんだけど。うん。うん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 。そうそうそう。そうなんだ。そう。とか、あの、うん、例えば、あの、保育園とかさ、うん、まあ、金かかるんだろうなとかは思ってたんだけどさ。うんうん。これがまあ月、まあ、ちょっとお金の話とかしても申し訳ないんだよね。うん、まあ、うん、していこう、していこう。それもして、大事なことだから。そうね、そうね。うん、月2万とかなんでね。おお、うん。あ、うん、そんなもんかみたいな。うん、あ、そうだね、そうだね。本当に。うん。うん、なんか、うん、日本ってすごいんだなって思った。そうだね、うん、それなんていうの、それ社会福祉っていうの、うん、それって。そうね、社会福祉、うん、うん、うんうんうん、そうか、月それぐらいの額で、うん、週 5回とか6回とか。そうだね、週5回、うん、だってその間だって何時間にしたら何十時間何百時間でしょ、預かってくれる時間って。そう、月にしたら何百百何時間とかで、ね、そうだよね、うんうん、すごいよね。すごい。安心だよね。うん。うん。そう。うん。だからまあそういう。なんかさ、その、ね、ほんと社会福祉みたいな、まあ自分が知らなかったことも含めて、あの、改めて、うん、あの、こうちゃんと、こう、まっとうに働いて、うん、まあ欲しくも俺もそうだけどね、あの、まっとうに働いて、こう、税金を納めてる人に対して、うん、リスペクトがすごいです、僕は。でも本当に皆さんのおかげですよ、うん、本当に。ああ、うん、そうだね、う、皆さんのおかげだよね。いや、すごい。だからね、あの星くんとかも、そのまだ今子供いないんだけど、あの、うん、星くんの子供あるよ、俺の子は。お、深っ深っ、まあ、ちょっと、ね、変な、ちょっと大げさだけど、うん。あ、でもそういうことだ、みんなの力によって、そう、みんなの力で育てられてる、本当に、うんうん、うわぁ、マジかそんな、こんな話聞けると俺は思ってなかったよ。え、でもさ、そんな感じと全く、なんていうの、なかったじゃん、その、うん、要はさ、子供が医療費だ、うん、まあまあ知ってる人は知ってるんだろうけどさ、うん、とかさ、うんうん、そのどれだけこう、うん、そういう子育てとかに税金が使われてるかみたいなとかさ、うん、自分も全く知らなかったから、なんか、うん、本当にこう目から鱗じゃないけど、うん、そういうのが多いですね、うん、すごいね、うん、だってさ、子供を作るとか産むとかっていうフェーズでさ、うん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 、そんなこと気にしないじゃん、なんか、うん、医療費がこんぐらいとかさ、うんうんうん、育てるのにこれぐらい、うん、予算的にまだ無理ですねとかさ、そんなさ、うん、そんなことするのあんま違うじゃん。だから多分あの育てながら知ってくことだと思うんだよね、うん、それって、うん、だから親になった人はきっとみんなそういう発見があるんだと思うけど、うんうんうん、そっか、みんなで育ててるんだね、凛太郎君の子供を。いや、本当にそうですよ、うん、うん、はあ、ありがたいですよ。いやー、すげえ、いやー、ちょっと名言飛び出したな。あ、すごいね。いや、なんか多分この動画を見てくれてる方の結構な割合の方は、うんうんうん、その
ミュージシャンとしての話とか、うんうんうん、もしくはなんかお魚ちゃん空飛ぶ魚のこう、はいはいはい、サポートの話とか、うんうん、そういうのを期待してる方いたと思うけど多分それより全然あちい話っていうかもっと核の部分の話じゃないこれって、うんうん、それが聞けてると思ってくれてると思うよ、うんうん、あそうかいやそれならよかったよかった本当にうん、いやこんなのだってこんな話できないもん聞けないしこんな話、うんうんうん、なかなか、うん、はあ、不敬なあなんかでもそういうのをさ、うん、じっくり進めていくっていうか考えるにはさ、うん、今のこのご時世よくない俺あんまり悪い時代って思ってないんだよねこの時代を、うんうん、そうだよね、うん、なんか結構忙しくてさ、うんうんうん、まあなんかその男女の話じゃないけどやっぱどうしても男の人が働きまくって、うん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 家庭を顧みずに後にみたいなことってあるじゃないよくいろんなところで語られてるじゃんだって凛太郎くんドラマーで結構さバシバシやってるしさ今日一歩間違えたらそういう未来もあったかもしれないじゃん確かにねうんうんでもそういう一つ一つのいろんなことに気づけながらさ生きていけることって良くないいやすごいすごいいいうん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 本当にいやいいないやちょっとなんかめっちゃ素敵な話を聞いてるぞ今俺マジかうんうんいや動画回しといてほんまじでよかったって思うねそうかじゃあ そんな状態の凛太郎くんは音楽活動系はどう？うん、いやまあねやっぱり、まあ、アカリファをあの、うん、やってアカリファってバンドやってるんですまあ、最近は本当にライブとかは控えちゃっていて、うん、うん、っていう感じですね。うんうん、まあ、これといって正直ないです。うんうんうん、あ、現状は？うんうんうん、現状ないですね。うん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 、そっかそっか。うんなんかバンドってやっぱりね、なかなかパッパパッパ動きづらい部分あるもんね。うん、このそうだね。うん、まあ、それこそ レコーディングを、まあ、なんか嫌なこと。リングさんっていうなんかボカロ P の人とかを、まあ、やらせていただいたりとかって感じですけどでも本当にそう、うん、そのそうだねそういうちょこちょこレコーディングがっていうぐらいですかね、うん、ライブとかってないです、うんうんうん、最近はなるほどそうだよね嫌なことをそっとミュートは嫌なミューだよねそう嫌なミューだってさあのまあお魚ちゃんは去年解散しちゃったけどさ、うん空飛ぶ魚もバンドの音のアイドルさんだったじゃない、うん、でヤナミューも割とそういうサウンドでさそうだね、うん、なんかそこのさ、うん、2グループのドラマーが一緒ってさかなり面白い状況だったよね、うん、面白いそうだね面白いね本当に、うん、なんかその仲いい悪いの話じゃなくて、うんうんうん、なんとなくそこって違う人がさ、うん、こうやっていくなんか分かるなんか感覚分かる、うんでもそこ一緒ってマジすごいと思うしその気持ち俺めっちゃ分かるんだよね俺凛太郎くん呼びたいもん俺がプロデューサーだったのああマジかありがとう多分みんな多分そういう気持ちで凛太郎くん呼んでんだろうなって思うね、うんうんうん、そうかヤナミューは活動をバンドセットではあんまやってないの最近はあもう全然やってないねうんそうなんだ、うん、まあ一回そのバンドセットでライブとかツアーっていう予定があったんだけど、うん、そのコロナのタイミングでまあ流れて、うん、それ以降はバンドセットではやってない感じだね、うんうんうん、でもまあ絶賛あの普通に通常の形であの、うん、ライブはやってるのでまあぜひねチェックしてくださいって感じですね、うん、そうだねうん、うんでしかもレコーディングで参加してるなら、うん、それが何かのタイミングでこうねライブやる時になったり状況になったら、うんうん、凛太郎くんが発動する可能性はあるよねそうだねうんそっかじゃあなるほど面白いなそうかでもそういう話がどんどん出てくるっていう未来もあってもいいよねそうだねうん
ぼちぼち、なんかぼちぼち、なんかライブとか増えてきたらいいのにってちょっと思い始めてる俺。うん、そうだね。うん。さすがになんか、いろフェスとかもさ流れちゃったりしてるじゃん、いろいろ。そうだね。うん、でもワクチンはちょっとずつ進みつつあって、どうなんだろうね、あと1年ぐらい経ったらなんかライブって増えそうな気が、俺は何のエビデンスもなく予感してるんだけど、あ、まあでもそうなんじゃないかな、やっぱワクチンが大きいよね、うん、本当、うん、僕も受ける予定だ、うん、あ、マジ、うん、いやそうだよね、いやだから早くライブで凛太郎くん見たい人めちゃくちゃいると思うんで、いやーありがたいですね、それあれば、うんうんうん、それまでね、そのヤナミュが活動が活発っていうか、うんうん、進んでいってたらいいよね、あとアーカリファも、そうだね、うんうん、うん、多分なんかバンドとかその活動以外の生き方もさ、うんうん、めちゃくちゃ見つかってる時代だから、うんうんうん、なんかこれを機にまあどっちでもよくないみたいになってるバンドも結構いるじゃん、うん、確かに、うん、なんかあどっちでもよくないっていうのはちょっと荒い言葉だけど、うんうん、なんか休止しちゃったり解散って結構目にするんだよね、うん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 、なんでここを乗り切ったらなんかいろいろね未来があると思うんで、そうね、結論を出さなくてもいいよね、あ、そう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 、そんな気がする、うんうん、そうだね、うんうんうん、待ってるよみんな、待ってるよみんなっていうか、うん、俺の言葉っていうよりは多分これは社会全体の言葉っていうか、うん、うんうんうん、ライブやりたいもんね、うん、そうだね、なるほど、じゃあ直近の例えばこういう活動がとかは、うんうん、さっき言ったようなことって感じかな、なんかお知らせすることとかは特にあるって感じ、うん、特に本当に、うんうん、凛太郎くんのミュージシャンとしての活動はどこをチェックしてると一番見れるの、じゃあそこをチェックだね、うん、そうだね、うん、あでもだとしたらやっぱこういうおしゃべりしてる姿とか、うんうんうん、様子まではさそんな出してないじゃん、そうだね、うん、出してないですね、うん、うん、だからやっぱ電動車そうだね、うん、そうだね、うん、電動車としての星、電動車ね、うん、フロンティアね、うん、フロンティアそうだね、がなんかやっぱ、うん、やっぱ必要だな、うん、すげえ恥ずかしくなってきた、うん、いや本当に必要だと思うよ、うん、ということでいろんなことを僕は、まあ、ウルトラアンダーグラウンドながら仕掛けていってますんで、うんうんうん、また遊んでください僕と、いやもう本当にマジで、うん、いや話をするのが面白いからね、やっぱ星くんと、え、マジで、いや、うん、嬉しいな、いや、それ嬉しいな、うん、でも、その変な、おごり高ぶってるわけじゃないけど、うん、俺は、まあ、ミュージシャンとして活動してる、音楽はやるけど、当然、うん、それを伝える手段というか、その他のアクションとしては喋るってことをめっちゃやるって決めたの、ちょっと前に、うん、ノートでブログ書く人とかもいるじゃん、うん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 、その写真撮る人とかそのファッションで攻める人とかいろいろいるじゃん、いるね、うん、俺も喋る、はいはいはい、べしゃりね、で、うん、自分が喋る方もそうだし、うん、人の喋りを聞くというか、うん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 、そっちもすげえ俺も好きだから、うん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 、いろんな人といろんな話を聞き出すっていうおしゃべりミュージシャンクソ野郎としてやっていこうと思ってますはいはいはい、おしゃくそね、うんおしゃくそ、もうミュージシャンなくなっちゃったおしゃくそとしてやっていこうと思ってるんで、うんうんうん、そう言って凛太郎君から言ってもらえるの嬉しいね、うんうんうん、いいですね、うん、なんで期待してください、今これを見てくださってる皆さんも、まあ、そうですね、凛太郎君の不思議な話聞き出しまくるんで僕これからも不思議な話ってサイコパス扱いされてるもんね、はい、それはもうしょうがないよ、周りが決めることだから、うん、それが合ってんだよ多分そう、周りが決めることだから、確かに、ね、自分ではね、うん、選べないもんね、うん、
選べないから。ありがたくね、その称号は使わせてもらったら。そう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 。うんうん、ということで、またおしゃべりしましょう。うん、そうですね、そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ今日はこんなところにしときましょうかね。あ、はいはいはい。まあ、こんなところにしとこって言ったって、もう結構30分ぐらい以上喋ってるからね。はい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 。そうですね。あっという間なんですよね、本当に。あっという間だね。うんうんうん。じゃあ、あ、凛太郎くん。うん。あなたにとって、公演とは？そうですね、あの、家族が心を解放できる最高の空間かな。なんか、アナザースカイみたいになっちゃったけど。そうだね、そうだね。うん、公園の道を極めし男みたいになったけど、最終的に。公園に住んでる人みたいになっちゃったけどね。そうだね、公園、そうだね、うん、一歩間違えるとね、ちょっと危ないね。うん、危ないね。じゃあ今日はということで、公園系ドラマの凛太郎くんをお呼びして。それいいな。本当にそうなんですよ、なんか公園で演奏活動してる人みたいな。そうそうそう、公園系ドラマ、ね、公園系ドラマ、うん。ということで、じゃあ次の、まあ、トークの時また新しい公演情報も聞かせてください。 OK、はい、です、 OK です。はい。じゃあ終わりましょうか。はい、終わりましょうか。ありがとうございました。じゃあ最後にもう一回名乗りしてもらっていいですか。あ、重厚なドラミングと軽快な MC でおなじみ凛太郎でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ凛太郎くん、またまたね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。